台風10号の影響が心配されるのは農作物も同じです。県内のスーパーマーケットでは今後野菜の価格に変化が起きるかもしれないと危機感を募らせています。三条市のスーパーマルセン。何でも高いね。特価品買い歩くしかないね。だんだんよく食べてたものが食べれなくなってきているっていうことが事実ですよね。畳1枚2枚なんですけど、そこにやっぱりナスとかキュウリとか素人でも植えられるようなものを植えて、ちょっと足しにして、そこでこう出た分をちょっとこうずらして使ってるみたいな。トマトやキュウリなどの夏野菜を中心に、今年の猛暑の影響で価格が高いまま推移し、身も小ぶりになっているといいます。さらに台風の影響で一番心配されているのが今現状高くなっているこのトマトでして、今被害を受けている九州の方がこれからのトマトの全国的に産地になりますので、あのような大きな台風が来てしまうとまたさらにこうトマトの値段が高くなってしまう、もしくはひどい場合には本当にトマトがなくなってしまうという状況まで考えられます。また台風の接近により遠方からの輸送が難しくなるため、ジャガイモや玉ねぎなど北海道産の農作物も在庫の確保が心配されています。そして令和の米騒動とも言われる米の品薄も続いています。本日仕入れがあった分、もうすでに朝一の分はもう出し終わった後なんですけど、はい、開店1時間以内にほぼほぼもう売れてしまって、現時点で米の購入制限はあるものの、新米については仕入れのめどが十分に立っているといいます。新米の状況もすごい良くなってきて、出荷量も潤沢にあるということで、消費者の方には安心してその時お持ちいただければなというふうに感じています。マルセンでは来月4日から越しいぶきの新米を販売する予定です。